トムロフトのレース場と飼育日誌、ハトと一緒に遊びましょう。おはようございます。11月25日月曜日の朝です。今日の空模様です。今日の天気は快晴、風は北東の風、1メートルから2メートル、冷たい北風が吹いてます。今日は空気が澄んでいるし、富士山がすごく綺麗に見えました。昨日は300キロレース、14羽参加しまして、当日12羽ということで2羽未帰還です。今8時半なんですけども、この時間で、まだ、2羽帰ってきてません。昨日もう半日以上帰ってきてませんから、ちょっとこの2羽は帰ってくるのが厳しいのかななんて思ってます。とはいえ天気はいいわけですから、まだ今日はスタミナが残っていると思いますので、なんとか今日中にもう一度方向判定をし直して帰ってきてほしいもんです。ハトさん、おはようございます。今日の棚の上の位置は PBW のオスですね。これはもういつもここにいるやつ。100キロレースが終わった段階で、トヤが巡り合わせが悪くて、車外が飛ばなくなりまして、アキレス中止した後です。厩舎内の糞の状態、いつものところです。入り口から奥の方へ見てます。選手鳩小屋にいる鳩が60羽近くいて、そのうちの12羽しかレースに参加してませんので、比率から言ったらうんと少ないので、この鳩の糞はレースに参加した鳩の糞なのか、参加してなかった糞なのか、よくわからないですね。とりあえず見たところ綺麗な糞なので、鳥の状態は良さそうです。このように鳩がとことこ寄ってくるのもいい感じですね。未帰還の鳩2羽のうち1羽は200キロで3位になった鳩なんですよね。この鳩は帰ってきてほしいな。もう1羽の方は能力かななんて思うんですけども、せっかく200キロ3位に入ったんで、ここはなんとか耐えて今日帰ってきてほしいな。10時か11時が帰ってくる時間の限界のような気がしますけども、その頃に帰ってきてほしいな今思ってます。逆に、嬉しいのがですね、200キロレースで2位になった鳩が今回300キロ、私の厩舎ではトップで帰ってきました。こういう点では嬉しいですね。連続でこう上位に来てくれるっていうのは、それなりに能力が高いのかななんて思ってます。こういう鳥が欲しいですね。やっぱエースピジョンになる素質があるという。あともう一つ嬉しいのが、三連合のエースピジョン候補の1羽、とりあえず昨日帰ってきました。あとは順位だけですね。参加数の上位 10% 以内に入れるかどうか、 10% 以内に入れれば3レースとも全部 10% 以内ということで、3連合のエースピジョンになる、ことができます。まあ、3連合のエースピジョンでも順位は1番なのか2番なのか3番なのか10番なのかわからないんですけど、その2つの要素です。今晩この300キロレースの、審査が行われます。明日はその審査結果、連合会の審査結果が出てきますので、ご覧いただければ幸いです。あとまだ残り2羽いますので、なんとか帰ってきて、全休帰還という報告をしたいなと思ってます。本日もこのブログにお越しいただきありがとうございました。また次回もお越しいただきたく、よろしくお願いします。失礼します。